国際恋愛あるある参戦。アメリカ人とね、恋愛したことある人絶対これ同じ経験してると思う。Far West Life。 皆さん人生楽しんでますでしょうか。マサです。今回もスペシャルゲスト、はい、前回と同じですね、インスタグラマーのロサンゼルスに住んでるまどかさんに出演していただいております。こんにちは。はい、まどかさん、今回のテーマは、はい、国際恋愛あるある参戦ということで、はい、話をしていきたいと思います。はい、まあ、僕もね、嫁さんがアメリカ人でね、うん、あのまどかさんも彼氏が、まあ、こっちの人ということなんで、やっぱ日本人ではありえないことってありますよね。あるんです。はい、ほんまに。それをね、ちょっと今日は皆さんにシェアしたいなというふうに思います。はい、じゃあまずは一つ目、まどかさん行ってみましょう。一つ目、はい、ラップを使わない。はい、どういうことですかこれは。ラップをね、なぜか使わないのよ、はい、もうね、そのまま直してくるのよ。サランラップやね。そうそうそう、サランラップ、はい、サランラップ、はい、なんか別にラップじゃなくてもいいのよ、はい、なんかこう、私たちって、はい、普通当たり前のように入れ替えるじゃないですか、はい、例えばお皿も大きいやつとかやったらちょっとちっちゃい入れ替えたりとか、はい、タッパーに入れたりとか、まあ最悪ラップしますみたいな感じで入れるじゃないですか、はい、もうなんなんていうぐらいそのままいるんですよ。あ、冷蔵庫に。冷蔵庫に、はいはいはい、そう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 。でそれでカピカピだったりとか、はい、えみたいな、はい、なんかなんでそんなことがあったんみたいな、はい、それ結構もうイラッとするっていう。それでめっちゃちっちゃいことですよ。で俺めっちゃ聞きたいねんけど、うん、それカピカピになるでしょ。お前これ食えんのって言って食べるんですか。食べるんですよ。え、禁止じゃないですよ。だからなるほどね。そう、カピカピになっても食べるから別に自分はそれでええみたいな。そう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 、はい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 、そう、まあ、だから食べるかまだいいんですけど、はいはいはい、食べへんのかいいってならへんから、食べてるからまだいいんですけど、うん、そうそうそう。でもなんかこう場所も取るし、はい、入れ替えてよみたいな。はいはいはい、分かる分かる。そうそう、まあ、うちの場合は、うん、そのラップをしないわけじゃないよ、はいはいはい、するんだけ ど, だけど仕方がめっちゃ雑。そのボールとかじゃなくて、はいはい、なんか料理 の,、うん、そのフライパンでも、はい、そのキャセロールなあのポットでもいいんだけど、ね、うんうん、それからお皿かなんかにこう、はいはい、入れるでしょ、ね、タッパーに入れるでしょ、うんうんうん、でラップか蓋をして入れる、うん、だけど、うちの嫁さんはその鍋とかにそのままこうラップをする。あ、分かる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 。炊飯器の上にラップしてそのままボーン冷蔵庫入れるのよ。入れ替える作業がめんどくさいでしょうね。あれなんなんでしょうね。これラップちゃんとせえやみたいな。しかもラップも上だけペタって乗せるだけで、はいはいはい、全部覆わないのよ。ああ、意味ないかみたいな。そうだから周りだけカピカピになるのよでそれ掃除すんの俺やねそれは嫌や。俺何回も言ってるよ、これ直らへんから。めっちゃそのラップの件は分かりますよ。無理なんですよ、これは。もうね、はい、文化の違いですね、はい、当たり前、日本人で普通にね、はい、してたら当たり前にできるようなことが、はいはい、もうそう細かなこう一緒するとね、はい、この細かな違いがなんだよねみたいな。そうそうそう、なるなることがあるっていうね、はい、感じ。あ、ちなみにもう一個聞いてもらっていいですか。あのラップじゃないんだけどちょっと似てるんですけど、うん、ご飯炊くでしょ、はい、でご飯をあの食べた後、はい、洗いやすいように、うんうんうん、普通は日本人って水につけるでしょ、ね、水につけないのよ。あ、つけないよ。まあご飯だけじゃないかもしれんけど、はいはい、他のなんか油のやつとかも、はいはいはい、とりあえず料理が終わったらそのままボーン置くのよ。あるん、誰が洗うんですか。で僕なんですよ僕が洗い役なんですよ。あ、それきついな。だからそのご飯も普通に、洗う人の気持ちわからんねん。そう、お茶碗に盛るでしょ、はいはいはい、で僕はあの残すなって言って育ったタイプなんで、はい、全部食べるんですけど、うんうんうん、こっちの人って粒残すんですよ、うんうんうん、今度はそのまま置かれたらカチカチのなるでしょ、うん、取れない。普通だったら水につけとくじゃないですか、うん、つけないでそのまま置くんですよ。置くなと。で洗う時めっちゃ硬いじゃないですか。それ大変よ。大変でしょ。それは大変。それで大変だから置かないと OK です、ね、そうだから俺は大変だから文句言った、何回も言った、うんうん、頼むからあのつけてくれと、はいはい、そしたら俺が洗う時にめっちゃ楽になるから、まあ、なんでつけへんねん、うんうん、そしたらなんで帰ってきたと。なんで帰ってきたんやろ。えん、それはそれやつ曰く、うん、それはあんたのパワーが足りないからでしょってありえへんだろパワーとかいう問題じゃなくてつけといたら、うん、楽やねんからなくてもあってもええやんみたいなね。それがすいませんちょっとあでも確かにさ、私の彼はあのつけてくれる人なんですよ。あ、ラッキーでしょ。ラッキーね。そう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 、はい、じゃあすいませんちょっと話飛びましたけど、うん、じゃあ今度は2つ目行ってみましょう。2つ目、はい、ポイ捨てをする。ポイ捨て。ポイ捨てするんですよ。いや、タバコとか普通にゴミ。あ、アメリカめっちゃしないじゃないですか、ね、普通に。めっちゃどこにでもゴミ箱、ほら見てあそこゴミ箱あるでしょ、こ
ここにもゴミ箱あるし、そこにもゴミ箱あるんですよ。そんな短距離でゴミ箱いるってぐらいゴミ箱あるんですよ、俺のところ。でもゴミ箱に入れないんですよ、みんな。だから汚いんだよって感じなんですけど。地面にポイって。そう。で、いや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 、みたいな。なんで今捨てたみたいな、はいはいはい。そこにあるやん、みたいな感じで。いや、拾ってこい、みたいな感じで言って。そしたら、私の名前あんま言わないから。そしたら、みたいな感じですごいびっくりして。私の名前で絶対プロセスしないで、とか、もう二度とプロセスするみたいな。はい、感じで言ってめっちゃくれたら、はいはい、私のいないとこでやってんのかやってないか知らないですけど、はい、私の前ではやらなくなりましたけど、おー、はいはいはい、そうそうそう、俺あんまりポイ捨てしてるアメリカ人そんな見たことないけど、 LA なんかな、 LA かな、めっちゃ汚いもん。だってね、喋ってたら、例えば日本に行ったことある外国人と喋るじゃないですか、はい、そしたら絶対言うのが、日本ってなんであんなに綺麗なんだみたいな、あ、しかもゴミ箱がないのになんであんなに綺麗なんだみたいな話なんですよね。で、いやいや、ゴミ捨てへんからみたいな、別に当たり前じゃないですか、日本人からしたら。で、ゴミ箱なかったら別に持って帰るじゃないですか、はい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 、で多分持って帰るって感覚も自体がそもそもないから、ゴミはゴミだ、はいはいはい、で言われて、うん、で私すごい言われたんです、なんであんなに日本は綺麗なんだみたいな、で返すのが、はい、いやいやいや、なんでこっちはこんなに汚いみたいな、ゴミ箱どこにでもあるのにとか言ってたら、はい、絶対受け取れるんですけどこれ、はいはいはい、確かにみたいに言われるんですよあのね、まどかさん、はい、俺はねちょっと逆なんですよ。逆なんや。まあ俺はポイ捨てはしないでしょ。しないです。ポイ捨てはしないけど、例えばちょっとゴミとは違うんだけど、はいはいはい、あの顔を洗う時とか歯磨く時とか、はいはいはい、あの日本ってこう水が豊富だから、うん、俺結構水をこうジャーって出したまま、こう手洗ってなんかこうやったりとか、うん、あとはまあ皿洗う時もこうずーっと出しっぱなしで食洗機にこうガチャガチャなんかやったりとかしてたら突っ込んでくるのよ。あんたね、水もったいないとか言って、You wasting water とか言って、ガッてもうあの蛇口閉めてくる。で、え、なんでそんなって言ったら、いやあの、まあ、俺が住んでるとこはネバダやけど、ラスベガスね。か。で、嫁さんもまあアリゾナ出身なんで、砂漠だから、水を無駄にするな、みたいなことをめっちゃ言われる。だから俺がなんか悪いことしてるみたいな感じに、まあ思うこともある。だからまあ人によるかもしれないけど、でも確かにそれはあのあれによると思います。みんながそうじゃないと思います、うん、まあでもそういうね、そう、はい、ことがありました、ね、はい、じゃあ今度3つ目お願いします。これはね、喧嘩をした時ですね。喧嘩をした時のね、はい、言葉のね、伝わらなさ、微妙なニュアンスの伝わらなさがね、はい、ほんまムカつくんですよ。なんで日本語喋られへんねんみたいな。はいはいはい。もうね、これはね、もうみんな多分絶対国際恋愛してて、うん、英語がなんていうの、ネイティブじゃない人、はい、っていうのはもうみんな絶対こうあることやと思うんですよ、ね。経験してるよね、うん。あるでしょ。ありますよ、うん。っていうか、俺は絶対語れへんから英語で、絶対負けるから。あ、そうだね。うん。何言っても負けるから。だからもうそういう時は日本語で返すけど、はい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 、うん、あ、日本語わかるもんね、奥さん。そう、わかるから。いや、それはかなりいいよね。だから英語でキレてきたら、俺はもうあの日本語で返すしかないみたいな。ああ、うん、それでも負けるけどね。負けるそれでも負けるめっちゃ強いもんだって。そうなんや、はい、だけど、うん、あのそのニュアンスもわかるけど、うん、感覚の違い、はいはいはい、わかります、うん、あるあるある。あの俺がほんまにもう今でこそ慣れたけど、喋っててアメリカ人って思いやりないんかって思う瞬間がこうあるわけですよ、はい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 、で例えば英語で言ったら、その僕が言われてほんまムカつくって思うのが、It's not my business とか言われたりとかね、うん、None of my business とか That's your problem って言われた時とかめっちゃムカつくわけですよ、はい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 、例えばその確かにそれは俺の問題なんだけど、うん、なんか郵便物とか来るでしょ、はいはいはい、で英語でなんかわけわからんことが書いてあって、ここのサイトに行ってこれを直しなさいとか支払いしなさいみたいなのが来るわけですよ。で最初の頃とか俺、まあ、英語分かったとしてもほんまにどういう風になってるのかわからんこととか、やっぱ確実にアメリカ人に聞いて、これはこうした方がいいやんなっていうのを助けてほしいわけよ、はいはいはい、だけど向こうがなんかこうやってる時に俺がちょっとこれ読んでや、これやってやって言ったら、もうほんま怒ってくる。なんかこれはあんたの問題なんかだから、あんたが解決しなさいよみたいな感じで言ってくるんで、そんな言い方せんでいいやん。そうで、向こうからしたら全然そういうきつい言い方じゃなくて、普通なんだけど、そう、でも俺からしたら優しく言えよみたいな。そう、言い方がね、きついのよ。そう、きつい。そう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 。で、合ってる、言ったこと合ってるのよ。そう、合ってるっていうか、別に理解はできるっていうか。そう、これアメリカ人とね、恋愛したことある人絶対これ同じ経験してると思う、うんうん、分かってほしい。はい。しかも私の彼フランス育ちやから、はい、ね、フランス人ってね、結構なんかこうきついんですよ。だってはっきり言う、はい、とにかくはっきり言う、はいはいはい、
まあ、アメリカ人もそうやけど、はい、アメリカ人より多分話聞いてたらフランス人の方がきついっていうか、それはねすごいね教育しましたよ。あ、教育しました。教育しました。もうこれは直ったんですか。いや、めっちゃ直りましたね。毎回今そんな言い方する必要あったみたいな、はい、今そういう必要あったみたいな感じで言い直してみたいな、はい、言い直させてそうそうそう、はい、で今そういう風に言われて自分がどう思ったかっていうのを説明してあげないと気持ちわかんないから、はい、だから私が同じことを返しても彼は OK なんですよ。だからおー、なるほど、わかります、はいはいはい、なんでそこで傷つくのかがわからないんですよ。確かに確かに確かに、そう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 、うん、だから例えば私がそのね、その奥さんにね、まさに、はい、例えば3つの要はビジネスって言ったとしても、はい、彼女とかにしたら OKOK、OK OK、みたいな感じになるんですよ。そうそうそう、絶対なるね。そう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 、うん、でも俺は言われたら嫌、ちょっとした感覚の違いですよね、うんうん、言わないですよね、こっちは絶対言わないけど、そんな言い方は絶対しないけど、はい、そう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 、日本人ってやっぱそういう優しいとか言い方が優しいですよね。そう、うん、だから自分のせいじゃなくても、うん、例えばごめんねとか、こう俺は言ったりするわけよ、ちょっと悪いんだけど こうなんだよねって、自分の日じゃなくてもこう言うところがある文化で育ってるんだけど、向こうはそれは私のせいじゃないから、こうこうこうだよねみたいな感じの言い方を、絶対総理とか言わないですよね。そう、総理言わない、そう、総理を言わない、そう、認めない。だから俺ほんまに怒った時、総理って言えっつって謝れっつって言う時も何回もありましたよ。総理って言わない文化だから、だってなんか、はい、あの交通事故にあったって言ったじゃないですかね、うんうん、交通事故 の、うん、あの保険証、はいはいはい、保険証に、はい、どんな事故やったとしても、はい、謝らないでくださいって1個目に書いてる。あ、そうだね、謝ったら自分が悪いって認めてしまうことになるからね。総理って言ってはいけないみたいな、一応文化、うん、文化っていうか、はい、自分の非をあんまり最初から認めない、はい、しかも日本人ってすいませんすいませんとか何回も言うじゃないですか、うん、でもアメリカ人の総理って絶対1回です。おお、なるほどね。 Sorry, that's it みたいな、そう、うん、もうそれだけ、ごめんすいませんすいませんすいませんみたいな、まあ、日本人の特有の文化でもこれも、ああ、なるほどね、ごめんなさいみたいな、すいませんとかって何回も言う、はい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 、そう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 、っていうのは、うん、結構特有かもね、はい、うん、僕はあの、あともう一個いいですか。なんですか。イラッとくるフレーズが一つだけあるんですよ、うん、これをちょっと共有したかったんですよ。 Not your business 以外にね。 Not your business 以外に、はいはいはい、あのこれは喧嘩じゃないよ、はい、喧嘩じゃない時にイラってくる瞬間が俺にはあって、はいはい、何かと言ったらこれがこういう英語のフレーズなんですよ、うん、If you want to って言われるのがカチンってくるんですよ。俺だけかもしれんけど、例えば、うん、うちの嫁さんでも、まあ、他のアメリカ人でも誰でもいいんだけど、まあでもうちの嫁さんかな、うん、例えばじゃあうちの嫁さんが、ギリシャ料理のレストランに行きたいっていうようなオーラをめちゃめちゃ出してたとしましょう。オーラをね、はい、じゃあ例えばギリシャ料理だったらギリシャ料理行きたいよねみたいなことを言ってて、で今日はちょっとレストランでご飯食べようか、どこ行くっていう話になった時に、そのギリシャ料理っていうのを俺に言ってほしいみたいな雰囲気になる時がこうあるんですよ。で言わんのよ。でそうそう、それで俺がじゃあギリシャ料理行くって言ったら、いや、If you want to ってあなたがよかったらそうだってお前が行きたいやろ、だったら I want to って言えみたいな感じの。なるほどね、はいはいはい、それがなんでその自分が行きたいのにあたかもこっちが行きたいっていうような感じに言わせるフレーズに聞こえて、俺は今でも慣れないみたいな、はい、それ奥さん時計ちゃん得意なんちゃいますかもしれないですね、うん、はい、すいません、ちょっと、はい、そういう瞬間もあると。そうそうそう、はい、いろいろありますよね、はい、じゃあ乗り越え方としては、うん、教育するですね。そう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 、あのね、オーバル全体としては、はい、もうその文化の違いを楽しむっていうことですね。そうですね、うん、ほんでどうしても許せないとこ、はい、あ、もうそれはか、ポイ捨てとかね、例えばね、はい、もうラップとかもいいじゃないですか、もうそれは、はい、もういいわ、はい、もういいわって感じですけど、はい、もうポイ捨てとかね、はい、その喧嘩の時に言い方がきついとか、はい、自分がこうちょっとそこはちょっとわからないなっていうところは教育する、はいはい、なるほど。そうそうそう、それ以外はもう大きな心で、はい、まあ、そうですよね、もう育ったところも違うし、はい、生まれも違うし、言葉だって違うんだから、はい、それ違いますわと、まあ、認めてあげる、お互いね、違いを楽しむね、そう、妥協して、そういうもんだと思ってあげることですよね。あとちゃんと伝えること、はい、自分の気持ちをやっぱちょっと伝えることとか、すごい嫌だったよ、あ、そうだ、それ重要やね、そう、まあ、すごい嬉しかったよとか、うん、そういうのをやっぱちゃんと伝えないと、日本人みたいに空気を読んでくれないので、はい、そうです、それはすごい大事かも、はい、でも楽しいです。そうですね、うんうん、はい、まあ、僕は教育されてる側なんですけどね、はい、男の人はそれでいいんだ、はい、はいはい、ということで、はい、今回はこんな感じで終わりたいと思います。皆さん楽しんでいただけたでしょうか。はい、それではね、またまどかさん出ていただくんで、次もまた、見ていただけたらと思います。お願いします。はい、ご視聴どうもありがとうございました。Far West Life。 いや、環境にはめっちゃうるさいみたいな。おー、やばい。
Thank you for watching this episode of Far West Life. The channel's theme is having fun in America. I hope you got to know a little bit about America by watching this channel. Please subscribe to this channel if you have an interest in America, and let's enjoy the Far West Life.